新千代草玉あつみなおです。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで本日なんですけれども、はい、ワルン君が作りたいものがあるということなんですけど、うん、何やらこのじゃがりこをね使うらしいんですけど、はい、今日何を作るんでしょうか。僕、焼肉屋さんよく行くとこがあるんですけど、うん、そこがちょっとなんかフェアみたいな感じで、うん、北海道のやつをなんか置いてあるんだけど、そこにあのポテリコっていうなんかね揚げたてのじゃがりこ、まあ、また違うんだけど、はいはい、あるよね、なんかね沖縄にもあるんだよ、うん、沖縄ね、うん、でそれめっちゃ美味しすぎて、うん、で作りたいなって思ったんだけど、なんかいろいろレシピを調べてみると、なんか人参とかじゃがいもをどうこうしたりこうっていう感じっぽくて、うん、めんどくさいなと思ったんだけど、じゃがりこを使ってないってこと。そう、多分本家は使ってないと思う。あー、なるほど、ね、なんだけどじゃがりこを使って僕再現する方法をちょっと考えまして。オリジナルってこと。そうそうそう。すごいじゃん。調べたら、ね、全然、うん、もしかしてやってる人いるかもしんないけど、うん、まあちょっと大体こんな感じかなって感じでやってみようと思います。はいはい、ポテリコ、ポテリコめっちゃ食べてる、すごい。じゃあ早速オリジナルポテリコ作っていきまーしょう、はい、じゃがりこ好きな味用意します。あけま、あ、あけの失敗した。これさ、むずいよね、でも実際え、みなみちゃん開けてる、これなんかバカ。おお、綺麗。まずここにお湯、まあちょっとじゃがらりこみたいな感じなんだけど最初は。ああ、なるほどね。これでもさ、本家がさ入れないでって言ってなかった、ここにお湯。そうなの？うん。そういう風に作ってないから、ここにお湯入れないでくださいみたいな。ああ、よし。耐水性みたいなことか。ちゃんとしよう。これ分の半分ぐらい入れたいんだけど、うん、容量を知りたいから、これじゃあ一回ちょっと待って。120ぐらいかな。120ぐらい入れます。うわで、これでじゃがりこみたいに潰していきます。じゃあ俺は抹茶でも立てよう。なんか2人ともやってるから手持ち無沙汰になって。今じゃがりこの動画なんですけど、じゃがりこじゃないんだけど、いや、これ、あ、旗から見たら俺も潰してるように見える。確かに主張激しい、ね、知ってるし。で、途中で潰れてきたら片栗粉大さじ2入れます。はい、まあ大さじ小さじ2ぐらいでもいいけど。絶対美味しいじゃん、これ絶対うまいよ、これ。そしたら出すけども、片栗粉にまぶすんですが、うん、これを成形していきます。棒状にする。で、まあ、そんな、そうそう、細すぎるとちょっときついんで、こう揚げやすいのだとこんぐらいでいいかも、本当に。これでこんな感じのを量産していきます。揚げますか。じゃあ170度で。はい。まあだいたいね、2、3分ぐらいかな。軽く片栗粉払って入れてあげてください。揚がってまーす。そう、いいんじゃない？じゃがバター。いや、これ自体がもう古くなってきた。軽くでいいよね。もうちょっとやってみ、このぐらいでいくか。もう、美味しそう、美味しそう。ああ、こんな感じでしょうか。おお、めっちゃ美味しそうじゃない、これ。すげえ、これいいね。これいいよね。オッケー、食べます。はい、食べるんだけど。はい、じゃあ早速ポテリコ、オリジナルポテリコいただきたいと思います。はい、いただきまーす。ルンクは縛り生活中なので食べれません。じゃあちょっと食べてみますわよ。はい、いきます。うん、いただきます。美味しい、うん、何だろうな、美味しいよ。なんか違う、多分単純に太いけんだと思う。あ、多分太いんだわ。もうちょっと細かったら、ね、これの半分ぐらいのサイズが多分理想だわ。中身がね、もったりしてる。そうそう、もった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 、なんか中心に行けば行くほどもった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 してるから、外側はいいのよ。うん、うん、あ、これうまい。あ、これうまいわ。あ、これうまい。おー、うん、あ、これめっちゃうまい。おー、めっちゃうまいのと、なんかもったりしてるのが2つある。
まあなんか結構みんな作るときは文字は細めにしてもいいかも、うん、あ、うまいよね。おー、うん、はい、ということで今回はじゃがりこアレンジの、うん、ポテリコですね、うん、あのじゃがりこから作るということで、やっていただきましたけれども、うん、まあ結構ね太くなっちゃったっていうのがね、うん、あの一つあったんですけど、これ多分もっと細くしたらめちゃめちゃさらに美味しく作れるんじゃないかなということで、これ自体はすごく美味しかったので、うん、はい、もしね、うん、あのじゃがりこをアレンジしようかなって思った方はぜひねこれ作っていただけるといいんじゃないかなと思いますので、簡単だもんね、簡単、まあ、揚げるだけなんで、うん、はい、ということで、うん、皆さんもじゃがりこいっぱい今ね期間限定マジで月に2、3種類ぐらい出てるんですよ、うん、期間限定味が出てる、めっちゃ出てるんで、うん、あのそういうのいっぱい買い集めてやってみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、はい、本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。